後ろにいる。わ、近距離ナイフにしとけばよかった。近距離戦闘に持ち込むべし。目の輝き。ガチクソやりました。そうそう、すぐそいるぞ。ああ、中だ。いやいや、ナイスすぎ。物音一つしないわ。平和だわ。あ、やべ。あ、それはナイス。トルフィーです。階段から一人降りてきました。倒しました。ナイス。2階にいねこれ。いや、1階だと思う。マジか。こっち怖いかも。上怖すぎ。です。やばい、これフルタイム勤務だわ。俺のフルタイム勤務は誰に求められない。8時間、24時間働けますか。終わって。これ最速 V トールじゃね俺。ああ、当てれんかった。ちょ、その距離は無理か。あと。頑張れ、V トール。落ちる前にせめて1キルするんだ。いやー。あれ、V トール ?V トール ?V トール?ちょっと。よし。これ家中なら強いんだけどな、この武器。外多いしな。うん、射程で打ち負ける。ああ、さよなら。はい、いいとこに落ちてくれる。V トール。じゃあ俺この武器でここ守れねえよ。全力で俺のこと守ってくれ。キルタイム早すぎと思ってる。ああ、射程距離を伸ばせばいいのかな、アタッチメントで。これどうだろう。知らんけど。危ねえ。あー、次じゃあ泳いで逃げよう。じゃあバンカーには、バンカーは俺の装備で一刻も早く入らないといけない。入られてる。俺の装備でお見舞いするぞ。裏から行くかな。俺も裏から行く。めっちゃ正面から行きそう。裏つけ突撃。よし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 、取れたよ。素晴らしい。あ、まだいた。お、死んだ。入れるかこれ、チャンス。よし、こんなとこいいの。わしおい。近距離バリ強えな、本当に。当たらんのかい。上か。バジリスクで突撃だ、今度。よろしく。それでこそバジリスク対。鬼ごっこうますぎ。ちょっと。プロ水泳選手いたわ。プロスイマー。プロスイマー。なんじゃ、貴
絶対倒せ、絶対倒せ。絶対倒せ。距離感で分かってしまう。まあ、よし。トロフィーだよ。もう緑レーザーが。オール撃つ、うん、どこ。あ、いえいえ。あ、いえ、一回。やりました。もう一人。もう一人。今の装備は。ああ、もう。家の中じゃないと活躍できない。こんばんは。こんばんは。え、バジリスク近距離で2発当てて死なない敵おる。おい、お前死んでくれ。あ、次ポイっちゃうよ。そう、これ基本50回レベルだ、そういえば。次ポがね、俺のこの装備だと厳しいんだよね。あ、ちょ。やった、やった。ナイスです。で、キモポに入ると。そこもうそんなにキモポじゃないんじゃない？見つからんだろう。本当かな。たまに見つかるんだけど。やばい。近づけば近づくほど見つからんから、ここ。ちょっと、あの、エリアに入ってない仲間もなかなかキモいとこに。倒せねえ。豆鉄砲ですな。なんかめっちゃ野良の人に 見られたんだけど。はい、もう一生これ。はい。相手には飛ばせん。キモすぎ。やっぱ見つからんかったわ。インフェクテッドのセンスあるんじゃない？あそこインフェクテッドだったら多分見つかるな。ああ。でもさ、このマップ我々インフェクテッドでまだチョイスされたことない？もしかして。ないね。あ、一回あるよ。あったっけ？一回あるよ。最後の一人一生泳いでめっちゃ時間かかったもん。そっか、泳げるもん。それがあるから、そう。それがあるからやめられねえ。やめられねえ。次確か室内で取り切ったら勝ちか。この時使ったらあんまりポイントに入れねえ。まあいっか、倒してるし。倒してるし。仲間一人いってるから。あ、入っといて。あ、くそ。今日一下手くそだと思う。いつもじゃん。あ、え、なにこれ、結婚前にキルした。あの、全然入ってたわ、エリア。うん。え？ストーリーやってほしい。まあ、いつも投稿してる動画だけ。だって俺さ、リリース直後にキャンペーンババーってやって動画にしちゃうからさ、深夜ないよ。毎年 COD のキャンペーンやってんのって。ああ。配信してもしゃあなくない。クリアした後にもう一回やればいい。あの、難易度上げて。ああ。そういう。あの、ベテランで頑張りますとか。ベテラン。そうそうそう。あれね、見てる側つまんねえぞ。だってさ、ベテランってぶっちゃけトライアンドエラーじゃん。トライアンドエラー何遍も見ても面白くないでしょ。ベテランなんて苦しんでなんぼだよ。いや、それはちょっとひろゆきが言うと、それってあなたの感想ですよね。マジで。お前ひろゆきって呼ぶぞ、これから。あ、でもね、あの、あ、旧作モダン2とモダン3
はベテランでちゃんとクリアしてるキャンペーン。最近のはなんかベテランであんまりやる気が起きない。あとリマスター版の COD4 のベテランもクリアしてる。お、なんならあれが一番難しかったまであるね、ベテランは。他のベテランやったことあるんか。最近の COD のベテランは知らない。一番とは言えねえじゃん。そもそもさ、一発食らったら死亡する難易度あるよね。そんな難易度あった？ BO3 とかなかったっけ？そんなあったっけ？あったと思う。なんかね、そういう鬼畜難易度があったのはなんとなく。タスクフォース141ってあと誰が生きてるっけ？今の作品は全員生きてる。旧作はプライスしか生きてない。あ、あと、マクミランさんか、あと。これが最後のマガジンだ。やばい、弾なくなるんだわ。なんか裏。やった。ナイス。マイ、ブイトール、ゴー。次のエリアに入ってるっぽいから、次にエリアにいるやつを爆散させる。は、拾った武器全然弾入ってねえんだけど。これは何だ。センブリーまで回った。は、拾った武器全然弾入ってないんだけど。あ、しかもこれショットガンか。おー、チンの早すぎー。やばい。切れそう。わかったわ、この武器グリーンレーザーやね。え、これグリーンレーザーだもん。そうなん、そうなん。この打ち方が一番強いんだわ。今思ったけど相手 VTuber いたんだ。え、VTuber なんて、なんでも腐るほどいるから知らん。まあそうだけど、知らない人だ。新作のタスクフォース141は誰が一番好きですか？ちなみに私はアレハンドロでチュダブル。あ、じゃあ私はロドルフォで。待って、ストーリーにわかだから全然わかんない。はあ、あなたやったんじゃない？アレハンドロはわかる。やって一周はやるから。あのアレハンドロと一緒にいるやつだね、ロドルフォは。あ、そうなんか。なんかそういうキャラクターで大体死亡フラグがビンビンに立つはずなんだけど、ロドルフはね、心強いんだわ。あのゲームさ、あのゲームっていうか、このモダン2のキャンペーンさ、英語字幕でやったらさ、あの、アレハンドロとロドルフォ、確か、あれ何人だっけな、スペインか。スペイン。スペイン語と英語を喋ってんだよね、キャンペーンだが。英語吹き替えにしたら。スペイン語ってかっこいいよね。スペイン語わかんねえや。俺もわかんないけど。わかんない。わかんねえ。英語と違う言葉だを喋ってるってことしかわかんない。わかんない。スペイン語多分聞いてもスペイン語って理解できないレベルのわからなさで。なんだろうな、スペイン。スペイン、パエリア。パエリア。あれ、そっちの部屋か。最後のマガジンだ。上空からの偵察が。わお。吉祥寺かけるライオンってなんだそら。敵やる気なさすぎじゃね。アレハンドロがゴーストにまた会うというシーンが好きっす。あ、確かに。モダン3では出るのかな。今作のね、モダン3のマカロフさんは随分イメチェンしちゃったし、髪型が。そうでもない。わかんねえ。わかんねえ。七三、いい感じの七三分けぐらいになってるよ。
フライ。なんだろう、あの旧作は目つき悪かったけど、今作のマカロフはあの頭良さそうな感じだよ。頭良さそう、インテリになった。そう、インテリだね。旧作はもう狂犬って感じだから。終わっちゃった。敵4人しかおらん。この武器使うのやめた。ああ、そうだ、そのショットガンとやらを試してみようかな。うん。